はい、こんにちは。行列 FP の林です。今回はですね、コロナの時代生き抜くということで、まあ、安定をみんなしたいですよね。やっぱり不安定っていうのは嫌だなって思っている方が多いと思うんですけども、この安定を目指す人っていうのがですね、やってはいけない誤解っていうのがあると思うんですよ。で、その辺の話をですね、ちょっと今日はしときたいかなと思います。はい。で、安定に対する大きな誤解ですね。まあ、この、言葉の定義っていうのもあると思うんですけれども、まあ人間っていうのは安定を求めて動いているのかなというふうなイメージはあると思うんですよね。でもこれはちょっと半分当たっていて、半分間違っているっていうふうなところはあるのかな。で、これはですね、その安定って何かなっていうふうなところを理解する必要があって、で、実はですね、安定っていうのは固定化することではないんですね。狭い意味ではそうです。狭い意味では安定っていうのは、まあ固定化して、まあその状態を持続するってことですよね。なんだけれども、僕たちが求める安定っていうのはそうじゃなくって生き残ることなんじゃないかなと思うんですよね。生き残る。要は、その、淘汰されて、生き残れない、まあ死んでしまった。まあその社会において人はね、殺されたりしませんので、まあそこは、そこまでは心配する必要ないんですけれども、まあやっぱりその、省かれてしまったりとか、あるいは食っていけない状態になってしまうと、まあそれ生き残れたと言えないっていう状態ですよね。で、それってやっぱ安定じゃないですよね。生き残ること、生き残り続けることっていうのが、極めて重要な、まあ我々にとっての安定だと思うんですよね。なので、その固定化することではない、ここの誤解っていうのを、まあ、まず一つ解いておかないといけないということですね。で、世界は変化し続けるという。ただ、これはよく言われてますけれども、結局、ここととの兼ね合いなんですね。世界が、もし、すべて固定化されていれば、別に変化する必要ないですよね。我々自身が。だけど、様々な要因で、やっぱり、生物自体が変化し、進化し続けていますし、まあ今のコロナだってそうですよね。あれは、まあもともとそういうウイルスあったんかもしれないですけれども、世界が変化することによって人間世界に蔓延していると。で、なおかつ、今、コロナが、世界中に広がっている状況で、変異種というのが現れてますよね。なので、コロナウイルス自体も変化し続けていると。じゃあその変化し続けているものに対して我々が固定化した概念で戦い挑んでもやっぱダメなわけですよね。新しい価値、新しいものを生み出していかないとコロナにも負けてしまうと。当然その考え方、生活様式、ライフスタイル、働き方っていうのも変化させないといけないっていうことですよね。そういったことを、まあ、去年1年間、まあ、まだ続いてますけれども、10年間ぐらいで起こるような変化の様相っていうのを、まあ、ギュッと凝縮して10倍速ぐらいで我々は体験したというふうなことがあるのかなと思いますので、まあ、今ですね、こういうことを考えるのは非常にいいタイミングなんじゃないかなと思うんですよね。はい。で、もう一つですね、話を出しておきますと、人類は小麦に、小麦すいません。小麦に家畜化された。これちょっと衝撃的じゃないですか。まあ、サピエンス全史という本に載ってるんですけれども、私たちはですね、まあ、狩猟採集生活から小麦を栽培するっていう、いわゆる、なんていうかな、酪農の生活にシフトしたわけですよね。で、これは移動の必要がなくなりました。小麦を栽培、その場で栽培することによって、移動の必要がなくなる反面、小麦の栽培に適した場所に固定化されちゃったんですね。我々の方が。小麦をいかに効率よく大量に栽培するためには、やっぱりその山の上の寒いところじゃダメなんですよね。平地で、土地が肥沃で、当然日照も良くてみたいなところがあるじゃないですか。まあもちろんそこは不愉快なところではないと思うんですけども、ただその逆に言うと場所を固定化されてしまって、しまった。で、場所だけではなくって、その、ライフスタイルも小麦の栽培に合わせちゃったわけですね。小麦ってやっぱりその、四季があって、その季節ごとにやるべきことってありますね。種まきから始まって、水やりやって、まあ、なんなら肥料も出し、入れてみたいな感じですよね。で、収穫の時になったら、まあ、我々は必死で収穫をするわけですよ。
非常に大変ですね。収穫の作業ってめちゃくちゃ大変なんですけれども、まあ、今、機械化されているので、まあ、その辺はどうかなと思うんですけども、まあ、それでもやっぱり小麦に合わせてるっていうこと自体は、まあ、変わらないですよね。という意味では、やっぱり我々は小麦に家畜化されてるっていうことが言えるんかなと思いますね。これは非常に衝撃的な事実かなと思うんですけども。で、これによってですね、まあ、今はちょっと、なんていうかな、化石燃料が、開発されてからは別ですけども、それまでは、まあ、人口は増えたんですけれども、生活水準というのは実は低下しているっていうふうな話があって、で、そこからなかなか抜け出せなかったってことですね。はい。なので、まあ、非常にその、ざっくりした結論なんですけども、まあ、固定化への欲求っていうのが、まあ、我々を不自由にさせるっていう面は、あると思います。狩猟採取生活っていうのが非常に移動とかね、まあ何ならリスクを伴うライフスタイルだったんですけれども、まあ、そういったところから抜け出して固定化しようとしたところ、まあ、実は不自由になってしまっている面が多々あったというふうなところで、これ非常に考えさせられる面かなと思いますね。じゃあ我々どうでしょう。現代において、大企業とか公務員とかが安定しているって言われているので、まあそこを目指す人多いと思うんですよ。でもこれって人類が小麦に家畜化されたっていうのと似てないですか？ね。で、もしですね、この一番最初に言った安定っていうものを固定化すること、変化しないことっていうふうに誤解しているんであれば、確かにこれは適しているかもしれないですね。大企業というのはなかなか変化しないです。公務員だってそうですよね。変化しようって、まあ、ずいぶん前から言われてますけれども、なかなか、まあ、システムがそうなっちゃってるので、これは意欲の問題とかではなくて、そういうシステムになってるんですね。変化しにくいシステムになってる。なので、適しているかもしれないですけども、じゃあ、小麦化していくんかと、小麦に、家畜化されるところに我々は向かっていくのかというような話ですね。で、やっぱそれはちょっと、まずい面があって、その概念とか組織が固定化した時点からやっぱり崩壊が始まってしまうと。まあなぜなら、まあここと一緒ですね。世界は変化し続けている。で、変化し続けている外部環境に、固定化した組織、概念っていうのは徐々に対応できなくなります。ですよね。例えば今の行政が、効率が悪いと、非常に言われますけど、まあこれはコロナでね、それは、表面化したっていう話なんですけども、これも結局従来の概念とか、慣習から全然抜け出せてなかったっていうところですね。まあ、我々はそのハンコをつくっていうのが、まあ、非常に常識的で当たり前だと思ってたんですけれども、まあ、非常にそれが効率を落としてしまっていたっていうようなところがあるわけですよね。まあだからやめようって話だったんですけれども、そんなのいつだってやめれたわけですよ。言うたらコロナでなくったって、いつだってやめれたわけなんですけれども、じゃあそれが延々と何十年も下手したら何百年も、なんで続いてたんかという話ですよね。もちろん、その今、現代においては、そのオンライン化している、コンピューター化しているっていう面があるので、まあ、それでハンコが不要になったっていう面はあると思うんですけれども、でもコンピューター化した歴史ももう言うて何十年も前から始まってますんで、なぜ今更って話ですよね。はい。まあ、そこを批判するわけではないんですけれども、そういった事実から、いろんなことを読み解いていかないといけないってことなんですよね。一体何が起こっているのかと。その組織はどういう仕組みで、どういう特徴を持っているのかっていうことを、まあ私は個人としてはそこを理解した上でもう動いていくしかないってことですよね。はい。じゃあどうすればいいのかっていう話で、まあ本当にこれは簡単で、心配することはなくて逆をいけばいいってことですね。変化を受け入れる。で、変化し続けることっていうのが本当の意味での安定であるということをしっかり理解するってことですね。これです。変化し続ける状態こそが安定であるということですね。これ例えばですけれども、ピーター・センゲが記した学習する組織という本があるんですけども、これはちょっと重たい本なんでなかなか読みづらいですけども、まあ、入門書なんかもありますんで、まあ、ぜひそっちも読んでいただいたらいいんですけれども、学習し続ける組織っていうのがやっぱり一番強いってことですね。ある意味で一番安定している。学習して変化し続けるということですね。じゃあ実際問題として、まあ、あなた自身がその変化できる組織環境にいますかどうですかってこと。それともちろんあなた自身においてもその変化に対して、許容度がどれくらいですかというようなところです。
本当に全然変化したくないっていう人もいれば、変化に対して非常に前向きな人もいらっしゃる。だからそのあたりも、やっぱり、ある程度個人差があるので、それはそれでもいいと思うんですけれども、やっぱりさっき言ったように、変化を拒む、固定化するっていうことこそが、不自由にさせてるっていう面がある。で、そこを非常に大きなストレスとして感じて、なおかつ生き残っていけない可能性を高めているんであれば、やっぱりその変化していくことを前向きに捉えていくっていうことが、大事なんじゃないかなと。ことですね。で、ビジネスにおいては、やっぱり価値を創造し続けるっていうことです。ビジネス自体が価値ですので、これを創造し続けるっていうことが、非常に大事になってくるかなと思いますね。で、これは、組織以前、云々の話です。僕らが、資本主義っていうものが、これからも続くということであれば、やっぱりここがすごく大事ですね。これがないと、やっぱり生き残っていけない。場所に限らずですね、会社員、あなたが例えば会社員であっても、社長の立場であっても、個人事業主であっても、変わんないですね。もうビジネスを創造し続ける、価値を創造し続ける、これは原則になりますので、でこれこそが変化をし続けるっていうことの、ビジネス上の意味ですね。新しいビジネスっていうのはやっぱり変化、それこそそれ自体が非常に大きなチャレンジなりで変化ですので、これを続ける。じゃあ、どうするかっていうことですよね。やっぱ大事なのは、あなたがいる場所っていうのが価値を創造しやすい環境かどうかってことですよね。新しいことにチャレンジしやすいですかとか、ね、推奨されてますかというようなところですね。これ言葉だけではダメで、もう実際に行動にまで落とし込めているかどうかっていうのが非常に大事だと思います。お題目としてね、やっぱ経営者が、チャレンジしましょうとか変化しましょうとかっていうのは、それはよく言うことだと思うんですけれども、そうじゃなくって、お題目だけ言っても意味がないので、ちゃんともちろん経営者もね、含めて、末端の、従業員も、全員含めてちゃんとチャレンジできてますかとか、チャレンジした上で、失敗を許容できますかってことですね。チャレンジしたら必ず失敗が出ますので、チャレンジで 100% 成功するとありえないんでね。だから必ず失敗します。でその失敗をちゃんと許容できますかと。で失敗したやつは何か知らんけれども、発展的階層だって言って左遷したりとかいうようなことをしてませんかってことですね。そういう組織ではあかんということです。むしろ失敗を称賛して、素晴らしい失敗をしたというふうに、そういった価値観で動ける人たちかどうか、そういう集団であるかどうか、これが大事ですね。はい、で逆にやっぱ固定化欲が強いような環境ですね。ちょっと一括にするとまずいかもしれないですけれども、大企業はそういった傾向あるかもしれないですし、その公務員さんなんかも、法律で縛られているところもあるんで、固定化欲すごく強いですね。だこういった環境でやっぱ外部から取り残されて滅んでいくと、ガラパゴス状態になってしまうということですね。外部、日本全体から言えば海外ですね。海外の人たちはどん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 変化して、先に進んでるんだけれども、日本は進んでない。日本の公務員とか行政の効率性って言ったらもう相当低いですよね。なので、取り残されちゃってる面はあると思います。で、やっぱ滅んじゃうんですよね。最終的には。長い目で見ると。まだその日本っていうのは、数十年前にジャパンズナンバーワンって言われた時期がありましたので、その過去の栄光を引きずっている部分があるので、過去の資産ですね。で、食いつないでる面はあるんですけど、これなくなったらやばいです。で、いずれなくなります。当たり前ですよね。資産というのは、食いつぶしたらなくなるというのは当たり前の話ですので、まだ資産があるうちに、変化していく、いい方向に変化していくというのが大事かなと思いますね。で個人としては、個人でできる変化量というのは、たかが知れてます。僕もそうですけども。なので、できるだけその変化しやすい環境に身を置くというのが大事ですね。それこそが安定であるというふうなことを置いておきたいと思います。で最後にですね、じゃあ、
そう言ってほんまにそうなんて言われそうな面もあったので、ちょっと数字持ってきたんですけども、グローバルイノベーションランキングというのがありまして、でこれ主要60カ国中32位です、日本は。でこれ高いか低いかって言ったら、まあ低いですよね。で高くはないです。まあ、下半分ですよね。下半分のまあ上の方にいますけれども、でこれほっとったら多分どんどん落ちていきます。だって海外の方が、まあ、変化が早いっていうことであれば、まあ、どんどん先行きますよね。はい。ってことなので、まあ、コロナ禍ってね、やっぱり、すごく大変で、僕も早く終わってほしいなと、すごくもう、願うんですけれども、その一方で、まあ、我々にすごく大事なことも気づかせてくれたなっていうふうなところがありますので、まあ、ここをしっかりですね、頑張っていけたらいいのかなと。まあ、ストレスも多いですけどもね。ですも感じつつ、まあ、どうやって変化していけばいいのかなっていうようなところを考えてもらったらいいのかなと思います。はい、ということで今回の話をまとめていきますと、変化すること自体が本当の安定であるというようなところを、まあ、しっかりですね、この定義を覚えておいてほしい。まあ、広い意味でとにかく安定っていうものを捉えるっていうのが大事ですね。変化できない、固定化するっていうことはもう不安定、長い目で見て、広い目で見て不安定なんだよ。局所的には安定するかもしれないですけども、局所的に安定さって意味ないですよね。我々は長いスパンで生き残っていくことが大事ですよね。はい。で、まあ、手段、方策としてはやっぱり変化しやすい環境に身を置くってことが大事ですね。環境に影響されやすい面がありますので、まあ、やっぱりその変化しやすい、変化を許容してくれる環境に身を置いておきましょうということですね。なので、その固定化力の強い組織ですね。まあ、これもちょっと、ま、個別には案件、あると思うんですけども、大企業とか公務員とか、あるいは特定の業種ですね。なんか変わらないな、みたいに言われているような業種っていうのは、やっぱり生き残れない可能性が高まってしまいますので。で、一見ですね、大企業とか公務員、さんが生き残ってるっていうのは、やっぱ過去のストックが大きいですからね。過去のストックが大きいので、まあ、それを使って、やってるって面はあると思います。だけど、その変化をしない、組織っていうのは、遅かれ早かれやっぱり淘汰されてしまう可能性が高いですので、まあ、そこはもう重々承知の上でやる必要がないですね。もしそこにいたいということであれば。はい、でも、お勧めはしないです。やっぱり変化していくってこと自体が大事ですので。ね、はい、ということで、変化を重要して、変化を楽しんでしまえば、怖いものはないかなと思います。はい、ということで今回の話以上になります。どうも最後までありがとうございました。